まあ、その増刊増収のためにやってることというと、いろいろはあるんですが、これ根本的に、僕が考えるのは口コミだと思います。いろいろなネットでいろいろ患者さんにお伝えしたりとか、DM でお伝えしたりとかいうことはあるとは思うんですが、医療人として、とにかく口コミで来ていただくということが一番なのかな。でそういう取り組みの中で、口コミをしていただけるということは、信頼してもらっているということにつながってくるので、いかに信頼をしていただくかという、そういう取り込みを今、やっているところです。自費治療、一つの治療に対して、自費治療と保険治療というのは当然のことがあるんですけれども、基本的に、その目の前の患者様がに提供できる、医療サービスがどういうものであるかというふうなのは、説明しなければいけない。基本的にはインフォームドコンセントをしっかりするというふうなのもあるんですけれども、インフォームドコンセントだけではなくて、インフォームドチョイスということですね。どういう治療があって、それに対して、欠点、利点がどういうものがあってということを、その保険治療だからとか、自費治療だからっていう意味ではなくて、治療のやり方、方法、種類をしっかりとお伝えするということは大事なことだと思っているので、保険自費関係なく、すべての患者様に、お話をさせてもらいます。そうですね、そのたくさんの患者様に来てもらいたいっていう思いはやっぱり、どこの意味もそれはあるんですけれども、たくさんの方々がいるっていうことは、次の予約の時にいつになるのっていう話にどうしてもなってくるので、そうするとリコールのハガキを出してからこう予約の電話をいただいた時に、もうすでにその時点で2ヶ月とか3ヶ月待ちになってしまうので、そのクリニックが終わった時に次の予約をもうすでに取っていってくれてるんですよ。で、やらなければいけないこと、伸ばしてもいい方は伸ばしていると思うんですけども、やっぱり自費相脳漏で悩んでる方とかも多いので、2ヶ月に1回、クリニックをしなければいけない人もいれば、2ヶ月に1回っていう形で、やっていくと、どうしても、もうその次のを取らないと取れなくなってきてしまうので、だからリコールのハガキっていうのは書いたことがないんです。真剣に意味のことを思ってもらうっていうことに尽きるとは思いますけど、それは皆さんどこでもどこの会社でもそうなんじゃないのかなっていう気はします。それがやっぱりその次の行動に現れてきて、患者さんとの接し方が良くなったりとか、なんかあった時にみんなで相談したりとか、こうしてこうしていこうっていう前向きな意見であったり、まとめ方であったりっていうのが出てくるので、いかに思ってもらうかっていうことだと思いますけど、いかに思ってもらうってことは、やはり院長がどれだけ思ってあげるかっていうことかなっていう気がします。基本的にはこらえるってことなんでしょうけど、言いたいことがいっぱいある中で、これを言った時にその次に相手がどう思ってどういう行動をしてしまいそうかっていうのはやっぱり考えるんで、で一番大切なことはその人に変わってもらうというか、こういうふうに伝えてこの人がこういうふうに動くっていうことを一番最終目的としているのであれば、そういうふうに動くように持っていてあげないと、押さえつけたりとか、かといったところで、それは思っても思いのない行動にもなってくるはずなので、どっかに、亀裂が入る、だから、その人が動きやすいようにどういうふうな言い方をすればいいのかっていうふうなのは考えて、結構考えてからそういうことをしゃべりますね。これからね、いろいろと増刊であったり増収であったり、マーケティングマネジメントであったりっていう勉強をしていく中で、いろいろなやり方が出てくると思うんですけれども、基本的に、教わる一つの方法というふうなのはその先生が、長い間培ってきたやり方であって、その先生のところの、ハードがあってソフトがあって、それで患者の、患者層があって、
ですね、その中で先生がそういう資料をもとに、先生の喋り方があって、トーンがあって、患者さんとの、向き合い方があってっていう全てが、合致してそのやり方が成功してるっていうふうに思ってもらった方がいいのかなと思います。でそれを勉強していくときには、必ずそれと全く本当に全く一緒にできるかというとなかなかそういうわけではないので、自分の意に持ち帰った時には、そのやり方を自分なりにきちんと咀嚼をして、また新たな、自分なりの、方法としてしっかりと出していかないと、同感同種であったりとかいろいろなノウハウというのは、発揮できないのかなというふうには思います。